真央先生、おはようございます。おはようございます。水曜日朝9時です。はい、9時53分です。朝一ですね。朝一です。はい、ですね、私村井日記に書いてある通り、はい、エンシェントドラゴンナイトを、一気に究極進化まで持ってこうと、はいはいはい、あ、私今ドラゴンナイト持ちですけど、はい、エンシェントからのエンシェントドラゴンナイトゼロに一気に持っていこうと思っていて、はい、で今日は仮面の日なんですよ。水曜ダンジョン、はい、でもう朝からノルマクリアしたんで取ったんだ、はい、そんなものを。なのでご機嫌にラグオで行こうかな、はい、すごいじゃないですか。力試し、力試し、うん、今の村井はどこまで行けるのか、はい、ラグオで。まあ、そもそもマックス村井時代も全然濃厚してる記憶はない。嘘、え、本当ですか？だってほら4位以下でさ、はい、なんかそんなモンスター揃ってないじゃん。まあまあそうですね、うん、でとりあえず、私のモンスターボックスからいきましょう。はいはい、レアード、私のモンスターボックスで言うと、はい、ここから下なんですよ。レアード4位以下、この31ダブサファリットさんから、はいはいはい、で、攻撃力倍増とかもろもろを考えると、うん、どうしても31バステットさんがリーダーなのかなと思っております。なるほど、うん、このパーティー構成ね。で私のチームはこちら、シルフ。初じゃないですか？シルフはね、初です。最近の、あの生まれてからレベル30で生まれてきたんで、はい、生まれたままの、生まれたままの姿です。なるほど、あの一体たりとも合成されていない未合成で、ほらもう31チーム、色がね必要だから、完全に31チーム、はいはい、これでいこうかなと思っています。で、ただフレンドが実はすげえ悩んでて、はい、バステト、31バステトで行くか、31バステトがねレア度4なんですよね。おお、みんなもう4で揃ってる。で行くか、はい、あとはバランスタイプの、うん、ファイター、アースファイター、緑色のやつ、はい、あれの最終進化がバランスタイプの HP2 倍なんですよ。ほうほうほう。でドラゴンナイトとシルフが私バランスタイプで、はい、ここの2人が2倍になるだけでプラス1600上乗せされる、うんうん、でバステとかファイターかで悩んでる。なるほど。ちなみにね、この光のアイスリットは回復タイプ、あ、そっかそっか、タイプが違うんですね。すごくない？31はね。で闇はね悪魔タイプ、うん、まあさておき、どうしようかなってのすごい悩んでる。これ攻略情報とか一切なしでこういくんですか？いや見てます見てます。見ました？無理なんでどこまでいけるかの勝負だから。はいはいはい。まあでもバステとかな、攻撃力かな。まあそうですよね、やっぱり、うん、パズル力がね見せられるから。はい、コンティニューしません。お、じゃあフレンド設定します。行くとこまでです。フレンド設定します。はい、これスタミナいくつだったんですかね。超級です。なるほど、超級だったら30で、はい、あの自己級全く一気ありません。なるほど。はい、これで参るぞ。ゴーゴー、挑む。おお、強敵マーク出たね。あ、これいいじゃないですか。合成経験値高いですよね、このポリンシリーズみたいな。そうやね、強敵マークが出たね。とりあえず攻めるか、もう一気にいくか。うん、畳み込む、畳み込んだ方がいいよな。はい、強敵だから。参る。はい、あれ、あれ、ごめん失敗した。おお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 お、失敗したけど、まあ結果はオーライみたいな。真ん中から倒した方がいいのかな。いくぞ。はい、さあ、うん、悪くないよ。お、いいねいいねいいね。でも次ちょっと両サイド行こうか、これやばそうだな。次は両サイド行きますぞ、はい、行くぞ。そい、うまいうまいうまい、倒せ。
おお、いいじゃないですか。抜いた。あ、からのやね。からの。からのやね。で、確かこれ、はい、紫の方が攻撃力が低いはず。線とかで。はいはい。ちょっとチェックしましょう。2バトル目、エンジェリング3ターン3253、うん、デビルリング1ターン1295。でも1ターンですね。1ターンの1295か3ターンの3250か、うん、で私 HP の上限がそもそも5700しかないんで、はい、ここはどちらかといえば、うん、エンジェリングかなと個人的には思います。ただね、私貴族生ばっかりなんで、はい、なるほど。でもエンジェリングかな。エンジェリングいきます。はい、いくぞ。うん、次のターンがきついな。おお、結構削ってる。よし、結構削れてる、うん、素晴らしい素晴らしいな。いけそうだな。いくぞ。はい、そういうわけでですね、はい、そういうわけで、はい、ライブで撮ってた映像が全てなくなりました。うわー、悲しい。ここからはですね、プレイ動画を私たちは、はい、パズルの動画だけを見ながら、語っていきましょう。はい、わかりました。すごい新しい形式ですね。なので、まおちゃんもみかん食べてて、もうそうそう、私とかもコーヒー飲みながら。お休み状態だからね。ここですよ、ここ。あ、てか私パズル今日冴えてんな。7コンボ。落ちコンボ。このエンジェリオンが強いんだ。うん。このふわふわした羽が生えている天使の方、はいはい、エンジェリオンが攻撃力が確か3000ぐらい、そうですね、とか食らって、うん、きついんだね。だからこっちから倒すと、はい、っていうことを今やってるわけだね。この小悪魔のいたずらもラッキーだったよね。そう、あ、でも多分ちょうど3色じゃない、あ、そうですね、ものが消えててラッキーだった。確かに確かに、バステとは色が重要ですからね、うん、マオ先生、それ朝ごはんですか。そうですそうです、今日の朝ごはんみかん2個です。みかん2個とかの朝ごはんなの。はい、そうです。はあ。もういざこうやって見てるとさ、はい、あ、これね、これさっきのパズル、危なかったパズルね。おお、斜めちゃった。うまい、うまい。ちょっと止まってたんですよね、最後ね。やばいみたいになった。私あれね、緑がつながっていた気持ちでパズルしてる。はいはいはい。おお、で倒した。で、コグンフンと、ここからが3000なわけですよ。はいはい、3倍のね。で、このお邪魔ドロップが2個残ったっていうのもまたね、ちょっと皮肉な運命を感じますけどね。で、これは一応あるね、バステトが必要な緑と黄色と闇はあるね。おー、うまい。で、ほら見て、俺あの青ね、結構狙ってたんですよ。ですよね、うん、いや、最近私これ系の落ち込みは狙ってるって気づいた、気づいてる。あの、こう列がこうなってて、こういうパターンも狙ってる。そう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 、気づいて、気づきます。バレてきた、はい、これがね、ドモボイ、ドモボイ。これは何を持ってるんだ。ミニトマトを持ってるのかな。ミニトマト持ってるモンスターとかいないでしょ。これ何ですかね。で、ここはあれだ。あ、もう決めに行ってるわ私。そう、そう、想像以上に食らったんですよ。まあ、じゃあもうちょいこっちの方がいい。はい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 。で、これだ。全くもって弱いんだこいつら。そう、結構弱かった。もっとどん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 来るんだと思ってた。で、この盤面私は再び決めたのかい、パズル。結構いったと思ったのかい。思いますよ。考えてるね。うん、考えてる。ちょっと光が離れてる。あ、そっか、スキルために行ったんだ、この時は。パズルを決めるというよりも。で、そう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 、これでお邪魔ドロップが再び増えて進むと、ラッキーだと。いいじゃないですか、うん。
これ今回本当に私いい勝負したな。この子がね、お、安定落ちた。でバトル4だ。来ましたよこのこのごついやつ。でもこれね、強敵マークが出ないっていうのが嬉しいよね。私 HP5700 しかないのにさ、よくもまあ。でさっきこいつ見てたら、はいはい、あのずっとこう回復がマイナス100なのね、レベルが最大になっても。なるほど。でこいつのスキルが鉄壁の構え、はい、スサノオと一緒。うまいなパズル。これ決まっちゃうのもしかして。ほらだいぶ削れて、すげえこんなに与えるんだ。そうで、これでもう結構勝負決まっちゃったみたいな感じだ。そう、これいけるんじゃないみたいな空気になってきてた。ここら辺からもうある程度なんかこう、どこかでちょっとこうどこかでワンコンないし、ニコンぐらいでいけんじゃねえのみたいな、もう一切魔法石使う気なかったけど、ちょっと使っちゃっていいかなぐらいの気持ちが今芽生えつつあるタイミングだね。明るさ、うまい、綺麗だった。私今日落ち込んパズル冴えすぎだよ。すごい、うまい。ほら2発今のね、超絶なパズルで。おー、これがあれですよ、これがフングリ、フングニールだっけ、フングニール。ああ、私真面目だからね、こうやって毎回ね、オプションで、あのスキル発動のね、効果が出るか確認しながらやるからね。あ、そうそう、で、これ迷った時だ、迷ったね、ハート使うか、このダブルドロップ変換使うかどうかとかを迷った。で、意味ないけどスプレッドキャッツを確か発動した。意味ないけどって言って、で、実は今のブブーはもう一回あの橋のバステッド使おうと思ったらダブルで使う、当然使えない。そうか、ここで私ドロップ変化機で、はい、あの緑を2コンボ狙ったんだ。うん、でもこの盤面から緑2コンボと闇と光はまあいけるか、これはいけやすいね、見えやすいね。ただね、思い出しましたよ、ここからが最近の私の真骨頂で、はい、画面中央下の光を持って、はい、右端の青で1コンボ作ってからの緑2コンボ闇光っていうつなげ方をするんですよ。はい、ほらこのすごいうまさ、私ね、だいぶ成長したよパズルが。もうだからほら完全回復ですよ。すげえ、もう一気にいった、もうほぼ半分与えた。知ってます、ちなみに私これ緑パーティーじゃないですか、はいはい、緑緑してるじゃないですか、はい、で今水属性じゃないですか、うん、この時に与えると残り半分も火と水で2倍与えられるんですよ。あ、そうなんですね、まだ水だから OK ってやつですね。そうで、もしこれがもうちょっと与えてて緑になってたら、うん、緑と緑で等倍でしか与えられないんですけど、なので実はこの段階で緑3コンボぐらい作った上で押し切るっていうのがベストで、うん、だから今振り返ればドラゴンナイト の, そのドロップ変化、はいはいはい、火を緑に変えるっていうのは、実はこのタイミングの方が良かった、ね、まあただね、こういう盤面になるってことをさっきまで想像していなかったわけで、うん、なんか神の水を知るという話だけど、ね、結構調光してんね。あ、そっか、あ、そうそう、変換、どっちの変換を使うか決めようって言ってたんですね。で、これ真央ちゃんが光って言ったんだね。そう、それなんか理由あんの、光を選んだ理由は。特にない。あ、特にない。この光と闇のね、このダブルドロップ変換は本当に使い勝手がいい。あ、光が発動された、すごい。これで何コンボまでできるんだ。緑で2コンボは作りたいよね、これね。うん、あー、なるほどね。私さっき冴えてるわ、今だったらね、うん、違うコンボの作り方を考えるよ。あ、これスタートしたのは左の方の闇からスタートで、闇と水作って火作ってっていう盤面の動かし方、このコンボは芸術。さあ、いけ、どうぞどうぞ。考えてる考えてる時間長いな、これいった。ほら、これ上手くない、すごい。ほら、すごいよ、今日の私はすごい。うわー、ほら、もう押し切れなかった、はいはいはい、でも3ターンで削り切れた。いや、そうですよ。あ、もう落ちだね、それは。ただの不幸運ですよ。そう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 、あと1、はい、
でもこれはねもう盤面ちゃんと3色ありますから、バスケットに必要な3色ありますから、はい、もう落ち着いてやればね、もうかつコンボ組みやすいしねこれね。これはですね下の赤からスタートしてますね。でもこれ超級でしょ、超級バステと31コラボのバステとが確か超級だったかな、はい、私あれねしんどかったはず、うん、3コンぐらいしたんじゃない31バステと取るために、はいはい、これまだノーコンできてますからね。そうですよ、 ここまでこれもう1回ぐらいやったらどうなんですか、スタミナ復活してゲットしてると。いたほら何このうまさ、芸術。これはね、勝ったでしょう。はい、宝箱。このね、宝箱が欲しかったな、欲しかったな、フンバルニル。フングルニル。おめでとうございます。これね、勝った瞬間、めっちゃ私相当ビビってた。相当も喜んでたの。あの盛り上がりまくったのに。撮影が動いていないカメラの前ですげえ盛り上がってたよね、さっき。確かに完全にもう、って言って。だって初だからね、長級クリア。そうそう、素晴らしい。あ、他のところでも長級を始め、あれ、31はでも3コン化してるから。なるほど。濃紺の長級が初めて。濃紺の長級は初めて。ちなみにこのマーリンさん、はい、あの合成経験値高いんで、はい、すでにあの合成しました。おお、どの子に？31ダブサファリット。おお。でこれがねドモボイさんね。ドモボイ。でこのでかい人。でかい人。グレンデルか。ヘーゼルとグレンデル。こいつね見たら、はい、レベル70が最大で、はい、進化後のレベル70が最大で経験値が120万ぐらいしかいらない。なのに体力タイプで、はい、HP が3800ぐらいあって。おー、育てやすいですね。回復がマイナスなんだけど多分。あの戦力になる私としては、はいはい、てかねドモボイさんもね相当いいよ。結構いい。確かバランスタイプ攻撃回復 1.5 倍だったかな。強かったよ。ステータス最大 HP1800 攻撃1000オーバーの確か100か200ぐらい、回復100か200ぐらいあったと思う。いやそんなわけで真央先生、はい、私も一切パズルを触らない状況でのこの解説動画2度目の収録。いや本当におめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい戦いだった。こんなね私長期クリアできると思っておりませんでしたから、はい、しかも濃紺ですよ。まおちゃんできるんですか濃紺。私これ濃紺したかな。まおちゃんができるんですか。私濃紺したかな、ちょっと記憶にない。あ、終わった終わった。はい、じゃあそんなわけで以上で終わりましょうか。はいはい、じゃあおめでとう。ただの村井さんおめでとう。収録に不具合はありましたが、はい、長期クリアできたらもうただの外していいんじゃない。きた、解明。解明の儀した方がいいんじゃない、ね、そろそろ解明ね、うん、早かったな、ただのから卒業するまでの。この奴が長級まで来るまで早かった。来週で1ヶ月なんですよ。なるほどなるほど。初めて、うん、まあそれぐらいの節目で何かかなって思ってるんだけどな。はい、皆さんご期待ください。はい、じゃあご期待ください。ありがとうございました。